東洋水産、マルちゃん、トレーワンタン、生姜風味取り出し味、製造は豊かフーズ、揚げワンタンに粉末スープがついています。ワンタンは15個ぐらい入っており、一人で食べるには十分な量があります。皮は薄く、つるつるした滑らかな舌触りです。茹でるうちに破れて、あんが漏れ出るものもあります。あんは細かな粒々で肉っぽさあるものの存在感は薄いです。昔のリャンタン麺や激麺のような癖の強い肉の香料はほぼ消えてしまい、ちょっと寂しくもあります。スープは淡く白濁しており、生姜の香りが強いです。やや和風っぽさも感じる塩ラーメンのスープみたいな味です。旨味や香りに粉末っぽさはありますが、嫌味はありません。ワンタンは麺よりも消化が早いのか、食べてからそう時間を置かずにお腹が減ってきました。